始まりましたテニス部屋チャンネルよっ、菊春です。おばちゃんです。おばちゃんです。はい、今日もおばちゃんお願いします。お願いします。今日おばちゃんスライスやりたいってさっき聞いたんだけど、やったことあるんだっけ？ない。初めてのスライスということで。ねえ、はい、スライス。でも珍しいですね、スライスやりたいっていうの。うん。できたらかっこいいなみたいな。なんか見たことがあったの？いや、みんな習得してる。へえ。うん。なんかスクールのお友達とか。なんか趣味の。ああ、趣味のハイレベルですね。なるほどね。はい、それ見てちょっと憧れて。わかりました。はい。じゃあ私もゴンちゃんもスライスね。多少はできるか。多少はね、はい、頑張って教えます。はい、じゃあお願いします。お願いします。じゃあスライスのちょっと見本ということでやっていきたいと思います。まあ狙いは白帯ぐらいを狙えば、なんか逆にあんまり高いところ狙いすぎちゃうと、なんかスライス伸びてっちゃってアウトしちゃうんで、基本は低め低め狙って、まあこうホップしていくんで上がっていく感じなんで、白帯狙いつつ。打ち方は何だろうな。打ち方はですね、コンチネンタルグリップでグリッパー持ちます。包丁持ち、包丁持つ感じで持ってもらって、で、まあ引いて打つんだけど、あんまりこう肘は曲げたりしないで、基本はここは伸ばしちゃっていいと思う。まあ、人によるんだけど、基本僕は伸ばした状態で、で、あんまりこれも開きすぎちゃうとスライスかかりすぎちゃったりとかするんで、あんまりこう切ろう切ろうというよりかは押し出す感じで、体を開かないようにすると伸びてくれるんで、ちょっとその意識で何球かじゃあいきましょうか。うまいって言ってくれましたね。よかったね。ちょっとやってみますか、一旦見てみないとアドバイスのしようがないんで。はい、じゃあ3球2セットいきましょうか。まあまあまあ、もうちょいフラットに当てる感じでいいよ。ああ、しゃあないしゃあない。まあ、あとね、両手で打っていいと思う。両手で打ってみようか、1回。ああ、ああ、ああ。もうちょっと球を。ああ、はい。押せる感じで。ああ、全然違うんですよ。いや、まあ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 。初めてのスライスですから。うん、うん、これは。感覚的なことを言うと、包み込むんですよ。このスライス、ラケットという布があったとして、ボールを包み込むんですよ、スライスは。包む、包み込むってイメージ。そう、なんかあんまりこうガッとかやるんじゃなくて、優しくこう伸ばしていくみたいな。ボールを球体型にこう包んで、あんま分かってないね。え、でも切らないってことは、うん、切らない、切らない、切らないで、かつまあ男性は片手で打つ人多いんだけど、まあ女性だと普通に両手で途中まで打ったりとか、左手はそんなにこうやらなくていいと思って、こう自然体で打っていいと思って、あんまり全部最後まで両手でやると開いちゃうんで、開かない程度にこうついてていいと思う。それちょっと包むイメージでやってみましょうか。もうちょっとね、フラットに安いと思うよ。スライスのイメージというよりは。フラットに、もう、打感がポーンと当たっちゃっていいこと。うんうんうん、あ、いいね。よくなった、よくなった。うんうん、よくなった。で、もうちょっと優しく包み込む。おー、優しい。いいね、いいね。丁寧。うん、いいじゃん。うん。うん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 、それっぽい、それっぽい、うんうんうん、ラストいきましょうか。うん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 、
オッケーオッケー。さっきよりは。さっきよりはスライスっぽくなって、あのスライスの本来の目的はこう時間稼いだりとか、あと緩急で使う場合あるんですけど、基本的には振られた時にちょっと、あ、時間稼ぎたいなっていうので使ったりとかなので、あんまり速い球というよりかは、今みたいにこう高い球でも全然いいし、でまあ、高い球だとドライボールとされちゃうんで、まあそれが低ければ低いほど、遅くて低い球が打てると時間も作れるっていう感じなんで、こうその場でスライスのスイングするっていうよりは、もうちょっとこう、体ごと前にずっと乗せてあげる感じ。前に行きながらこう伸ばしてあげると、自分はラケット振らなくても体でボールを押せるんで、そうすると何だろう、過剰にスライスかけすぎずに伸びてくれるんで、ちょっとこう前に行きながらやりましょうか。ちょっとあの余計に前に踏み込む感じ、もう前に行きながらスライス打つ感じでやってみようか。で白菜にやってみようか。ネットしていいかな。ちょっとライナー的に打ってみる。打てる。山なりってよりは。おお、なんかドロップショットになってたね。ある意味うまい。ドロップがいいかもしれない。うん。ラスト。の見てると、なんですか、もうここから一歩前ぐらいのところで完結してるんで、イメージも鈴木孝さんみたいな感じで、こう前にこう行く感じで、鈴木孝さんは知ってるのか。知ってます。知ってる。さすがにね。今ここで終わっちゃってるんで、それを後ろに入って、から前に。もうちょっとこう球も低く出て、かつバウンドが伸びてくるので、それをやりたいんですけど、まあ、ちょっと難しいんでね、これは応用編ということで、少しは参考になったかな。企画としては可愛かったからじゃないですか、ね、初めてのスライスということで。よかったです。じゃあちょっとスクールのコーチに聞いてみて。スクールのコーチに聞いて。はい、間違いない、はい、じゃあまあ、はい、きっかけとして良かったんじゃないかなと思います、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。